どうも、私は古き良きを愛する者です。私の名前は直地と言います。いつもね、皆さん動画を見ていただきましてありがとうございます。そしてね、高評価もいただきましてありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録もね、していただきましてありがとうございます。これからも私ね、頑張りますんでね、よろしくお願いします。頑張りますんで。こんな感じでね、フィギュアとかもね、ちょっと置いてね、盛り上げていきますからね。楽しんでいきたいと思います。私のね、動画で、ビックリマンのね、このユニバーサル・スタジオ・ジャパンとね、こうコラボしたね、話したんですけども、ちょっと本題に入る前にね、話するんですけども、私のね、このね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのね、コラボしたビックリマンシールの話、そこのね、動画にコメントくれた方がいたんですけども、このね、ユニバーサル・スタジオ・ジャパンのね、このスーパーゼウスをね、買ったというね、コメントいただいたんですよ。いやー、ホロのね、良さ、共感していただいてね。で、買ったっていう話なんですよ。いやー、嬉しいですね。仲間が増えますからね。そこでね、ちょっとね、あれと思ったことが一つあったんですよ。はい、それはね、ちょっと何かというとですね、はい、ちょっとアップしてみましたね。わかるかな？ここのとこなんですけどね。このところ、角のとこなんですよ。ほら、ちょっとなんか跡ついてるのわかります？わかるかな？ほら、これちょっと、跡ついてるのわかりますかね？角。この四つ角にね、ほら、ちょっと跡残ってるのわかりますかね？ここもなんですけども、ほら、ここもね、ここもちょっと微妙に見づらいな。とにかくね、これ、跡がついちゃってるんですよね。跡が。これなんでだと思います？それはね、このね、台紙に、くっついてるからなんですよ。なので、これね、結構後つくんですよね。結構後つくんですよ。私はね、もう生でね、直に出して触りたいんで、外したんですけども、外した後見たらね、これすごい後ついてるじゃんと思ったの。うわーと思ってショックでね、グッとかって、ちょっとかって伸ばしたりとかしたんだけども、まあ、なかなか取れないですね。なのでね、これ買ったらね、早くね、外した方が良かったかもしれませんね。傷物になっちゃいますよね。もったいない。なので、これ持ってる方ね、きっとね、うわっと思って外されてね、すぐにファイリングしてね、管理されてる方もいると思うんですけども、それがベストだったかもしれません。こうやってね、台紙につけたままね、保管したいって方もいるじゃないですか。わかります。すごくわかります。私もそうですから。私は幸いね、このような形でね、3枚もありますからね。ちょっと悩みどこですけどね。これ裏も綺麗なんでね。綺麗にこうやって入ってるものに関してはこのままね、保管しようかなと思ってますけども。これちょっとね、どうしようかな。開けちゃおうかな。開けて2枚管理しとこうかなとかね、ちょっと悩んじゃいますけどね。なのでね、これ持ってる方はね、もうすでにね、きちんと管理されてるかもしれませんけどね。新しく買った方はね、でももう時間経っちゃってるから無理か。結構傷残っちゃうかな。もったいないな。皆さんもそれ気づかれてちゃんと管理されてます？されてるでしょうね。コレクターの方はね、しっかりしてますからね。はい。ちょっと余談でしたけどね。そんな話でした。私はね、ホログラムがね、ものすごく好きなんですよ。ホログラムがね。懐かしくてホログラムって言うとね、もう、すぐにね、欲しくなっちゃうんですよ。例えばこれなんかもそうなんですけどね。カールって知ってますでしょ？歌手のカール。あれのね、ホログラムのテレカなんですよ。もうホログラムにもう私ね、もうボロクソにされちゃってるんですね。ホログラムにね、ホロホロにされちゃってるんですよ。お前ホロホロにしたろうかみたいな感じでね、ホロホロにされちゃってるんですよ、私。だからホロ中毒者なんですけどね。ホロ中毒者なんですよ。ホロ依存症なんですね。いや、ほんと私ね、ホロ依存症なんですよ。そんな私がね、またね、スマホでいろいろ見てたんですよ。なんかね、ホログラムね、ないかなみたいなね。ないかなとかって見てるわけですよ、私。ね、私ね、ホロ依存症のね、ホロ中毒者のね、直地がね、こうやって見てたんですよ。こうやってね、なんかないかなって、なんかないかなって見てたんですよ。ね、私ホロ中毒者ですから、ね、ホロ依存症なんでね、こうやって見てたんです。そしたらね、出てきたんですよ。それ何かというとね、これなんですよ。これですね。ん？ホロじゃないじゃんと思いました？これホロじゃないですね。あれ？おかしいな。なんでかな？
これ確かに違いますね。ホロじゃないですね。よく見るとね、30年以上前のね、ブラックゼウスですね。これアイス版のブラックゼウスですね。はい。はい、ここでピンと来た方いらっしゃいますかね。いやー、いるでしょう。まあ、これ見に来てる方はね、もう相当ね、ビックリマンに詳しい方ですから、私は何を言いたいかっていうところですよね。もう分かっちゃったかと思います。そう。これですね。おっと。これです。これですね。ブラックゼウスのね、このホロ。さあ。ね、これ出した時点でね、あっと思った方いますでしょうし、これを出した時点でね、ああってね、分かった方もいると思います。そう。私、まあもちろん持ってなかったわけでね、うわあ、こんなのあったんだと思ってね、まあ、入手したんですよ。まあその話ですね。で、4月1日がね、まあ、ビックリマンの日っていうところでね、皆さんご存知かと思いますね。2015年から始まったね、ビックリマンの日。それで、このシールは2018年のね、4月1日のビックリマンの日にね、これ発売されたものなんですよ。しかもですね、ホロセレクションのね、幻特別セットと言われているもので、オンラインのね、限定ホロだったんですよ。限定ホログラムシールだったんですね。これ全7種らしいんですけども、まあこれはね、まあ突如ね、オンライン限定で発売されたホロシールなんですよ。しかもですよ、2000個だけね、限定で販売されたんですよ。2000セット限定ですからね。うわー、出たですよね。内容はセット売りで、ビックリマンホロセレクション特別セットと、いう内容だったらしいです。定価がね、8,980円。結構高いですよね。8,980円で、で、このホロのね、6種類のシールと、まあ、ミニアルバム、ちょっと私持ってないんですけど、ミニアルバムと、そこにね、まあ、スーパーゼウスがね、まあ、入っているものになるんですけどもね、まあ、それがね、まあ、特別セットで売られていたと。うん。まあ、あとね、まあ、このね、ホロなんですけども、ホロセレクションオンラインともね、呼ばれてるようですね。うん、私全然知らなかったんですけど、そうなんですね。なるほど。奥が深いですね。まあ、そのね、6種類のホログラムのね、シール、ちょっと見ていきたいと思いますね。まあ、ナンバー1からね、ナンバー6まで、まあもちろんあるわけで、そしてあとはね、そのスーパーゼウスですね。さあ、見ていきましょうか。このね、まあ、サタンマリアからですけども、まあ綺麗ですね。うん。裏ですね。まあここにね、まあ、ナンバリングされてるんですよね。ナンバー1ってね、ナンバーが入ってますね、ナンバーが。サタンマリアと。で、まあ裏はね、まあ、アイス版のね、デザインを使ってるという感じですね。うん。まあ懐かしくていいんじゃないでしょうかね。うん。懐かしくていいと思いますよ。ナンバー1がサタンマリアですね。次が、ブラックゼウスですね。はい、ブラックゼウス。うん。なかなかかっこいいんじゃないでしょうか。ブラックゼウス。まあ、ちょっと私ね、ブラックゼウスが好きっていうのも特にあるんでね、思い入れもあるんで、そう感じるのかもしれませんけど。いいんじゃないでしょうかね。だってほら、アイス版のね、時のブラックゼウスとこうやって比べると、うお、ホログラムになるとまた、かっこいいじゃんって。思いましたね。うん。すごいですね、ほら。かっこいいと思います。裏。まあ、ナンバー2ですね。ブラックジュース。まあ、もちろん裏はね、アイス版のデザインを使ってるんですけども。うん。いいですね。ナンバー2、ブラックジュース。まあ、次はね、ヘラクライスですね。ヘラクライスと。うん。このデザイン。このデザインで来るかなと思ったんですけどね。このデザインじゃなかったみたいですね。うん。ヘラクライスはこのね、デザインみたいで。後ろはね、うん、こんな感じですね。ナンバー3。ナンバー4はね、ネロマシンですね。ネロマシン。お？ネロマシン？いやいや。魔性ネロだろ、これ、ほとんどっていうね、感じでしょうけども。魔性ネロじゃんね、ほとんどね。まあ、ネロマシンって書いてますけども。うん。おー。まあ、なかなか、かっこいいと思います。
ホログラムいいっすね。ホログラムを見るとニヤニヤしちゃいますもんね。ナンバー4ネロマシンね。まあこれですね、このデザインですね。ネロマシンってもこのデザインです、後ろはね。あ、いいですね、ネロマシン。ナンバー5はね、このヘッドロココですね。なんかこのヘッドロココもすごく味がありますね。なんかかっこいいですね。このヘッドロココのデザインってあんま見ないんですけどね。多分これだけかな、この感じの。ありましたっけ。いや、かっこいいですよね、このヘッドロココね。まあ、単体で買おうと思ってもね、あんまりこれだけでも売ってませんからね。バラで売ってるのもね、あんまないですね。見かけませんね、このヘッドロココね。ナンバー5。ナンバー5ですね、ヘッドロココ。いいですね。もう、たまりませんね。ナンバー6、これが最後ですね。里崎ジェウスと、里ヶ島と。まあ、なかなかこれもね、いいですね。ほら、日本記念日協会認定ね、4月1日はビックリマンの日。いいですね、ホログラム。まあ、こんな感じですね。ほら。まあ、これはまあ PR 大使ということでね、このようなデザインになってますけども、いいんじゃないでしょうか。はい。で、最後ですね。はい。スーパーゼウスです。もう簡単に言うと、世界に、まあ、2000枚しかないってことですよ。世界に2000枚しか存在しないシールだということですね。これ持ってる方、もちろんいるでしょうけども、どうですかね。まあやっぱ背景がなかったりとかしてね、地味だっていう声もあるんですけども、まあ、別になくてもね、それはそれでシンプルでね、綺麗なんじゃないかなとも思いますけども、まああったらあったでね、まあそれはまたいいのかもしれませんね。裏面はね、もうこんな感じですけども、裏面はスーパーゼウスね、この絵ですよ。このデザイン。本当。このデザインは結構好きなんですけどね。もう本当元祖って感じしませんかね。ね。スーパージュース。ほら。じっくり。見てみますか。じっくり。ね。世界で2000枚ですよ。世界で2000枚しかないの。ねえ。すごっ。まあ、ざくっとね、説明させていただきましたけどもね、これらのね、まあ、シールなんですけども、まあ、最近やっぱりね、まあ、相場はね、上がってきてるようですね。相場高騰してるようですね。このね、世界に、まあ、ね、2000枚しかないみたいなね、まあ、そんなところでもね、まあ、最近、これも、このシールだけでもね、値上がってるようですね。やっぱりね、そのホログラムのね、シール、ホロはね、非常に高度な技術をね、用いて作られてるんですよね。製造過程においてね、労力、時間、かなりかかってますからね。まあ、それだけ味があるね、いいものだっていうことなんですよ。しかもそれがね、限定でとなるとね、あー、それはそれは、プレミアムもつくでしょう。ね。いやー、ホログラム癒されますね。すっごいなー。まあ、こんなところでね、今回のね、動画は終わりたいと思いますけども、いやー、ほんとホログラムシールってね、眺めてるとね、癒されますね。まあ、ホログラムね、依存症のね、もう中毒者の私からしたらね、もうたまらないですよ、ホログラムっていうのは。いやー、癒されますよ。もうね、見てても飽きませんもんね、ホログラムってね。いやー、やっぱりいいですね。他のね、あの、ビックリマンのね、ホログラムシールもね、ちょこちょこ今見てってますんでね、まあ、何かあればね、動画にしたいと思いますんでね、まあ、どうぞこれからも皆さん、よろしくお願いします。また気軽にね、コメント欄にコメントいただければね、私も喜んで読ませていただきますし、まあ、コミュニケーションね、取れれば、すごくね、楽しいかなと思ってます。まあ、こんなところで今回のね、動画を終わりたいと思います。
それでは皆さんまた動画でお会いしましょう。それではバイバイ。